まあいいか。やっていきますか。じゃあちょっと総工学の、前回が失神だったので、今回2つ目でめまいで、めまいと失神が多分今うちの ER 見てると一番多いんじゃないかなと思うので、これでまあだいぶそのカバーできるところが増えてくるんじゃないかなと思うんだけど、まずちょっとめまいを分類するところから話は始めようと思うけど、じゃあまた羽生先生から順番に聞いておくか。まあちょっと知ってること、まあ知ってなければもうそれでいいと思うんだけど、めまいってどんな種類、どんな分類があるとか、なんか知ってることある？中枢性と末梢性、うん。いいね、いいね。そうだね。多分そこだよね、一番最初に習うのはね。じゃあ、ちょっと話を変えて、めまいって英語で何て言うかしてる？回転性とか、運動性とかで違った、うん。そうだね、そうだね。うん。なんて言うんだっけ。バーディボー。ああ、オッケーオッケー。他は？もう片方が出てくる。うん。どう？誰か言えば分かる？はい。あれちょっと、早まく横に振ること許されないよ。そのとおりだね。まあ、バーティゴ、戦後読みかな、ベルティゴって言ったね。これはまあ回転性の。で、不動性は、これを、ディスイクビリウムって言うんですね。で、それ以外にも結構いろいろ言い方あって、まあ、多分、一番有名な、この日常会話とかでも使うのはビジネスなんじゃないかな。ディジーとかね、ビジネスとか。で、前失神、ちょっと気が遠くなるような感じ。これ、プレッシンコピーってね。あと、ライトヘッドですね。これ、なんとなく調子が悪いっていう。まあ、こんだけ言い方があると。やっぱりまあ、日本語ってそのまま英語に置換できないというか、英語独特の表現があって、それを日本語に対応は必ずしもしないんだよね。だけどまあ、強いて一つであれば何かって言われば、おそらくビジネスになるんだよね。で、回転性めまいと不動性めまい。この二つだけちょっとなんかめまいに頭文字がついてるわけなんだけど、これはどういうことだっけ、山口先生。どういう、何を、どういうこと言うんだ、回転性めまいってのは。はい。うん、うん、遠い変換した時の目の動き。ほほ、じゃあ回転性はどういう？こういう動きですか。要は目の動きによって変わるってことね。じゃあなんか今の反論とか意見。僕も回転性は目が回転することで、不動性は目がなんか上下とかするのと、うん、なるほど。どうだい、なんかあるかい。うん、つまり今2人は眼神の手分けで、君はめまいのなんか質ってことね。そうです、僕は、はい、どうも。自分もどっちかと同じで、うん、患者さんに聞いたときに、聞いたときに、ぐるぐるするような感じがしたっていう回転性が。じゃあ、今2対2で分かれたわけね。じゃあ、答えは？いや、答え言おうよ。どっち？回転性はどういうことですか？どっち？今、眼神によって分けるっていうのと、ぐるぐるする感じっていう、患者のフィーリングによって分けるっていうの、どっちだっけ？フィーリングだね。うん、そうだね。眼神によって分かる言葉ではないか。さて、じゃあ、ぐるぐるするかふわふわするか。で、まあ多分ここまでが国試とか、授業とかでよくやるような話で、こっからちょっと少し、実臨床でしかやらない話になってくると思うんだけど、じゃあ、回転性めまいと不動性めまいを分けることの意味は一体何なんだろうね。なんでぐるぐるするかふわふわするかなって聞くの。どう？うん。症状によって中枢性なのか末梢性なのかっていうのが分けられる場合がある。そうだね。じゃあどっちがどっちだ。回転
回転性が中枢。え？ってことは？不動性が末梢。答えは？逆だね。よし、今のところ順調だね。今のところ順調だね。基本的にはふわふわしたものが中枢で、ぐるぐる回るが末梢。で、こうやって、プラスさらに、ここら辺はこう3つが出てるね。で、プレシンコピーとライトニングにそう覚えようみたいな。これが授業でやることなの。多分。おそらく授業で何かやってるはず。で、ただ、これをやめましょうっていうのが近年の話。なぜかっていうと、要は、この前も言った通り、患者のその中層に基づいて、どれかの診断コースに当てはめる。失神だったら失神の鑑別のコースにこう投入していくわけ。で、めまいだったらめまいのコースに投入していくわけなんだけど、これ、原病歴が結構大事だと、キーポイントだから、みんなはもちろん身体診察でできるようになってほしいんだけど、一番まず最初の入り口は、原病歴をうまくちゃんと聞き出すこと、患者とのコミュニケーション、これが、多分すべてのスタート地点になるわけでね。で、もちろん、同時並行で、身体診察がうまくなっていってほしいけど、原病歴をより聞き出すっていうのが、で、何をポイントして聞くかっていうのが、多分みんなが、特に最初に重点的にやらなきゃいけないことだと。だから今回も、やっぱりぐるぐるかふわふわかっていうのを聞くわけだよね。だけど、このぐるぐるかふわふわかっていうのは非常に落とし穴で、名誉の非常に有名な観察研究では、これ複数人で一人の患者にこうやるみたいなことをやる研究だと、医者によってなんか分類が変わっちゃったりとか、複数またがっちゃったりとか、なんか、めちゃめちゃな結果だったんだね。でも、入り口、最初の主訴何々で、その中で、例えば、回転性めまいだったら末梢性で、不動性だったら中枢性っていう、ここのコースに放り込んでっちゃうと、入り口でつまずくわけじゃん。この前もやったけど、意識障害なのに、失神で心原性のなんか、鑑別を してったら意味ないよ。その逆もそうね。だから、入り口が大事なのに、これ入り口でつまずくわけにいかないから、だったらもう全部、これ取っ払って、基本的には DGS めまいとして、鑑別をやっていく必要があるっていう話だね。だから、聞くけど、どんな感じじゃないですか、天井ぐるぐるします。聞くけど、こだわらない。だから、本当におまけの情報ぐらいに思う。これがまずスタート。で、今の主観的なぐるぐるふわふわだと、役に立たんねえから、もっと客観的な情報、原病歴の方でも客観、より客観性のある情報で診断をしていこうと。もちろん、OPQRST を使うわけなんだけど、より客観的にしていくと。で、どうするかっていうと、まずなんだけど、さっき、失神だったら、意識、本当に失神か意識障害じゃないか。で、逆に意識障害だったら、実は失神だったんじゃないか。っていうところを入り口にしないと、なんかもうめちゃくちゃになっちゃって言ったけど、ここも一緒。めまいも、これ、全失神だけはちょっとね、違う。だから、ここはこだわった方がいい。じゃあ、山口先生、どう？全失神って、患者にどんな質問をして、どういうふうに答えたら、あ、この人は全失神だなって思う。例えば、患者がどんな表現をしたときに、失神の一歩手前。君はちょっとそういうふうな全失神とか経験したことある？自分で。みたいな。ああ、いいね。自分で経験したことはない？みんなない？なんかちょっと少し全失神みたいな。あんまない？あんまないのか。え、ない？マジで？そうか。結構あるけどね。ちょっとこう、ふらついて、こう、気失いそうになるっていう。要は、気が遠くなるような感じってことだよね。で、これさ、この前も言ったけど、失神だったらさ、全身の失神ってほぼ一緒で、時間が短ければ全身だし、長ければ失神まで至ると思うんだけど、失神にならずに全失神で済むときっていうのは、時間が短くて、かつ失神の定義が当てはまらなきゃいけないから、ってことは失神は意識障害と違って、どう違うんだっけ？意識障害の失神の違い何だったっけ？
数秒から数十秒で完全に回復する。そうね。完全に回復する。ってことは、いい、目の前の患者が、横になって、ゲーゲー吐きながら、うわーとか言って苦しんだらそれどう？それは、何分もどうですか？何分もっていうか、もう、救急車で運ばれてきて、目の前の患者が、めっちゃ気持ち悪そうにして、目の前がっつって、これどう？これは全失神じゃないと思います。そうだね。うん、確認だけど、失神というのは、要は脳血流が落ちている状況だから、要は心停止と同じわけでね。で長ければ心停止だし、短ければ失神で済むわけで。で今、このタイミングで心停止している人がしゃべるわけないもんね。だから、現時点で症状があれば、失神ではないと。で逆にその瞬間だけちょっとあっただけって、これはもう全身心の可能性がかなり強くなる。だからこれ病歴でわかるじゃん。病歴にこだわろうっていうことね。で、全身心の場合はこのまま言ったようにサンバガラス、ね。で、これを最初にまず病歴から除外する。病歴からな。病歴から。病歴とあとは今苦しんでるかどうかっていう情報だけで、これは除外できる。で、除外したら次は、ここが今回のポイントなんだけど、これ、名誉 その論文から取ってきてる、やつで、比較的いろんな勉強家のスライドに載ってることなんだけど、まあ、この3つに分けましょうと、3つのグループに、病歴を使って分けましょうと。で、ここからがスタート地点かな。具体的には、体を動かしたときだけ症状が出て、安静にしてると消失する。で、これが1つ目ね。で、2つ目が、要は持病みたいに同じようなエピソードをいつもいつも繰り返して、かつ、下牛神経症状となる。八嶋さん、下牛神経症状ってなんだっけ？下牛神経症状は、耳鳴りとかですかね。そうだね。もう数声欲しいな。あと2声ぐらい欲しい。あれ、前提は違う。あれ、絶対は違いますよね。そうだね。まあ、連帝と分けるからこそ、下牛って言い方するからね。要は耳の構造を分けてるわけだよね。下牛と全然。じゃあ、アンサー、行こうか。あと2つって言ったから、1つだけ答えればいいよ。難聴？あ、いいね。もう1個いける？もう1個一番出にくいかもね。耳鳴りと難聴が言ったから。出ないかな、自閉感ね、自閉感、目が詰まってたんですね。だからこれを聞くこと、だから耳、めまいで来た人で自閉感って聞いてない人いるんじゃない？いるでしょ。下牛神経症状聞いてないよ、その人は。だって下牛神経症状あったら別にいいよ、あったらこの人はあったって言えるじゃん。白いカラス見つけたら白いカラスがいるって言うんだけど、白いカラスを見たことないと白いカラスはいないって言えないじゃん。永遠にないじゃん。だから、これ、自閉感ない。で、聞いてないんだったら、これ、下牛神経症聞いてないと一緒だから、だから、この下牛神経症必ず聞かなきゃいけないね。で、これが二つ目。で、三つ目が突然起きて、そして、今度これの逆だよ。下牛神経症がないと。この三つに分けるんだよ。これがスタート。で、それぞれ、このグループだとこの病気、このグループだとこの病気っていうのがあるから3つに分けるわけだ。ここから連想される言葉をちょっと考えてみようか。じゃあ、ハウスで言ってみる。何っぽい？一番上。体を動かしたときに症状が出て安静にしていると消えるようなめまい。そうだね、いいね。いけるところに行こう、2つ目。毎回似たようなエピソードできてるんで、難聴、めまいプラス難聴っていうのが一番典型だね。そうね。で、最後3つ目は、ここが一番ちょっと我々が注意しなきゃいけないポイントになるわけよ。ビビューとメニエルとかどうでもいいじゃん、さっき言って。ERE としては。耳鼻科医としては重要なことだと思う。これ怖いわけだね。じゃあ思いつく。小脳出血。一つまとまっちゃうか。脳卒中とかね、うん。出血もあるし、コースもあるよね。そうそうそう。
で、ただ、実はそれだけじゃ足りなくて、なんだっけ、ここの下の、一番下のグループは、脳の病気プラス、もう今のところ完璧に役割をしてるね。やるね。やっぱり2年目になると違うな。そうだね。これは、あ、ごめん、ちょっとそうか。ここにスライドは入れてなかったな。ここは、前提神経炎が入るから、ここが一番問題になる。っていう、この3つをちょっとやっていきます。で、ひとまず、ここの今の3つのこのグループの、この字面だけ見て分かること。すべて原病歴だ。原病歴で決めるわけだ。だからやっぱりみんな原病歴を一生懸命聞くことが重要になる。上手に。で、原病歴といえばやっぱり OPQRST で、OPQRST のうち大事なのはどれとどれとだみたいな話を、じゃあ、あれどこに行ったか分かんない。山口先生かな、どれが大事なの、これ全部聞いてもしょうがない。モンセットで一番大事だね。そうね、他はじゃあその次くらいにはどれくらいが来るか、逆に大事じゃないのはどれかって言い方でもいいし、答え、うん、1個あたり1個セーフだな。まあ Q と R がちょっと診断の誘導比が比較的低いって言われてるね。で、ポッツって言い方とかしたりするね。もちろん一番大事なオンセットで、要はクオリティコンティ、さっき言ったぐるぐるとかふわふわ、あんまり誘導比を上げないわけだ。で、それよりはよっぽど、例えばさっき言った下牛神経症状が大事だって言ったけど、下牛神経症状っていうのはいわゆるこれで言うとシンプトマアセシエイテッド S になるのでね、随伴症状とかの方が大事だったりする。まあ、これちょっとこことここだけで比較してるけど、もちろんリージョン場所なんてないしね。オンセットはもちろん大事だね。さっきのこれでもここにね、オンセット書いてあるもんね。これとかはもうね、まあ、今回の発症自体ひょっとしたら急性の可能性あるけれど、ある意味全体で見るとクロニックっていうからできるもんね。さて、というわけで OPQRST が大事で、例えば、体はどうかとか、例えば、起き上がった瞬間に出たっていうような症状だとかね、BBV らしいよね。さっき言った、これはまあ P、パリエイティブね。まあ、これも、そうだな。まあ、音声とは急激かどうかだから、どっちかっていうと、立ち上がった時とかっていうと、パリエイティブ、こっちの方がいいかもね。でシンプトンアソシエイティブはさっき言ったように、下牛神経症状はめちゃくちゃ大事だし、あとはタイムコースね。持続性が発生する。他にも、これは原動力に関する情報だから、起用とか内服とかっていう情報も大事で、要は、ソープ、カルテのソープのところでは S で全ては決まるってことだ。で、早速この3つのうちの一番上をいきます。で要は、3つやったら今日は終了なんですね。一番上なんだけれど、BBV、良性発作性問いましょうね。後発が、これぐらいの年齢で、比較的優遇率が高くて、じっとしてればすぐに消えるっていうところが特徴で、あとは、まあ、なんか、こういうものを使って診断するっていう技もあるみたいだけれど、いろいろ、いろいろ教科書に載ってる座学だね。うん、こういうのを覚えたらさ、明日には忘れたりするような座学だよね。50から70で。この病気は60から80で、まあ、覚えたって、ね、忘れたりするじゃん。だからいいよ。ひとまずここは置いといて、一番大事なポイントとしては、らしい病歴があるってことと、身体診察は1個だけ答えるって言われたら、ビッグソールバイクをやるっていうね。さて、らしい病歴っていうのはまあいいよね。まあ、これを今要約したような感じかもしれないけど、体を上げたら出て、慢性にしてれば消えるっていうことだ。さて、で、ビッグソールバイクなんだけれど、ビッグソールバイクを見たことあるっていう人は、だよね。やった？やってない？それはやばい。ディクソラファイクやんなきゃいけないね。ディクソラファイクっていうのは、要は、BPV が誘発される過程をちょっと再現してみるっていう診察方法なんだけれど、やり方はどうやるかっていうと、顔を横に向けて、そしてこう倒すんだけど、これだけじゃダメで、
どこがポイントか分からない。この A にちょっとヒントが隠されてるんだけど、まあ、こうやって倒れるだけ。この絵のポイント。あ、そうだね、その通り。この絵さ、ここでこれ終わってんだよ。どういうことかっていうと、のけぞる必要なんだよ。で、人間こうやってのけぞったら先に頭がぶつかって背中が理論的に浮くからさ、のけぞるためには頭のところがないような状況にしなきゃいけないから、どうやるかっていうと、だいたいここら辺にバスタオルを入れて、こうちょっと角度をつけるか、あるいは頭をストレッチャーの上まで運んでって、ちょっと、はみ出るようにするか、どっちかね。で、こう落とす。で、眼振が誘発されたら、ディクソラパイク陽性。これね、めまいが誘発されたらっていうふうにする、多分定義の仕方もあるみたいなんだけど、去年は眼振が誘発するか。で、地面側に急速走。急速走って、要は、こう、下にパッて動いて、こうなって、こうだね。この眼振の定義は、どっちかっていうと、感情層、ゆっくり動いてる方向への眼振って言い方、本当はするんだけど、まあ、ちょっといろいろそれは言葉遊びに近いから、とにかく地面にスッて落ちるような眼振だね。こういう眼振。で、よかったら、まあ、こういう YouTube の見てください。で、今ので診断したら、ディクソールパイクで終わらずに、そのままエプリー法っていうのをやれば、なんと BPV をその場で何もせずに治せます。で、どうやるかっていうと、今、こうやって45度傾けて、それでガッと落とす。で、ここまではいいんだけど、その次があって、次に顔をガッて反対側に向ける。反対側に向ける。で、この状態で体を横に立てる。そうすると、顔がどうなるかというと、いい？これ、仰向けだね。この下の絵。で、仰向けで右向いてるじゃん。で、この状態で右側外、つまり、こういうふうに向ける状態にすると。そうすると、顔がどこ向くかっていうと、右向いてる状況から、こうやって体右に向くってことは、地面を向くような状況だね。これがポイント。地面を向かせる。で、地面を向いた状態から、こうやって座にさせる。で、これ、普通さ、こう、足をさ、こうやって座ってる状況じゃん。でさ、こうやってなってる状態でさ、これ、座にさせるとどうなるかっていうとさ、体がここで90度こういうふうになるのよ。ありえないっすよ。だからどうするかっていうと、これ、担座って言って、こうやって頭を上げると同時にこう腰をひねって、こういうふうにさせると。つまりストレッチャーの向こう側に足を出させる。だからストレッチャーがこういうふうに横方向にあったら、足はもう向こう側に下ろすような感じにして立たせる。これで終了。こうすればなんと BPV が治ります。で、どれぐらい治るかっていうと、NNT、これ聞いたことある。何の数字かわかる？もう頷いてる家村先生ね。どう意味だけでもいいよ。ニードナンバーテストリート。そうだね、そうだね。そうそうそう。ってことは、どういうことっけ、治療するのに、2人何に必要なのかちょっと分かんないんですけど。毎回、言いたいことだって。要は、抗がん剤をさ、例えばさ、やったときにさ、やっぱり病気によっては全然改善が期待されない病気とかもあって、で、例えばさ、何パーセント良くなったとかさ、何パーセント改善したみたいな、そういうなんか指標になってくると思うんだけれど、ちょっと視点を切り替えて、この病気っていうのはオールはなんじゃん。あるかないかじゃん。だからない状態にして返したいときに、聞いた人を一人生み出すためには何人治療すればいいかって。これが100人だ。100だったら、100人治療したら1人良くなるみたいな。それは100分の1で効くっていう、要は、こと、ほぼ同義かな。で、NLT2 ってことは、2人治療すれば1人良くなるってことなんだけど、これはすごくいい数じゃん。医療のとしては、やっぱり医療って、俺らってさ、結構実はできることあんまないんだよ。実は患者が勝手に良くなって、俺たちはそれをずっと、バイタルだけ、注意してこう見てるだけみたいな。あんまやってることは実はないんで。その中で、二人に一人よくできるっていうのは相当すごいことなので、何が言いたいかっていうと、エプリーはやんないと、すむ。OK。なので、意外とやりたいけどやりましょうっていうね。
ちょっと待ってね、これは、まあ、これはいいや。実はエプリ以外にもいろいろ直すやり方がある。まあ、暇な時見てください。で、左右どっちに行うべきかっていうと、さっき言ったやつなんだけど、急速走のある側にまず倒すと。で、つまり、ディックソールパイクで、まず眼神の方向を確認しなきゃいけないわけでね。だから、こうやって倒して、次に戻したら、こうやって反対に動かして、こうやって倒してっていうふうにやんないと、まあ、わからないわけだ。で、眼神が全くない患者は、もう、ね、やんない方がいい。たとえどんなに眼神以外の情報が BPV っぽくても、眼神がなかったら、まず BPV じゃないかもしれないと思った方がいい。で、眼神がなくても、それでも他の情報がすごく BPV っぽいから、やっぱりやりたいんですって思っても、それでもやっぱりやんない方がいいと思う。どっち、やっぱり悪く、さっき NNT2 って言ったけど、残りの1人はやっぱりあんだけグラグラさせて、悪くするわけだよ。だから、良くなるか悪くなるかのどっちかだから、悪くなる可能性があるんだったら、ちょっと眼神が言わせないような人はやんないといいんじゃないかなっていうのは、ちょっと個人的な意見。で、それとあとね、BPV っていろいろ型があります。これは、要は三半規管っていうのは3つあるから、この広範規管型には効くんだけど、あとは効かないと。あとは効かない。で、これはもうほぼないんだけど、これ、残りのこれ、これだけは実は治す方法がある。で、治す方法の前に、まずはさっきのディックソールパイプと同じように診断ね。こっちが診断。で、次が要は、エプリー。こっちがディックソールパイプに対応するやり方なんだけど、どうやって診断するかっていうと、顔を左右にこうゴロゴロ向ける。で、そうして眼神が誘発されるか。要はこの状態からこうやるだけ、ね。つまり、ディックソールパイプってのはやっぱり、こういう落下が、を再現する。だから、この三半規管のこの方は、落下によって誘発される BPV なんだけど、こっちは左右のゴロゴロで誘発される BPV だから、診断もこう横になってる状態で顔を横にするだけ。で、ちょっと、陽性の解釈が、より速度が上がる方が感想。どっちもね、これね、難しいところなんだけどね、どっちもね、眼神はね、下に向くんだよ。この場合。さっきとちょっと違う。さっきは眼神の方向が固定だったけど、これはね、眼神の方向がどっちも地面に向かうんだけど、より速度が上がる方が観測になるって、ちょっと、やや解釈が難しい。で次、これが要はエプリに対応する、今のこっちの眼神が出た場合の治療法としては、グフォーに放っていて、体をこうガッと横向きにして、で、その後顔を下にすると。で、ちょっと難しいのが眼神が弱い方向でやる。ちょっと矛盾がいろいろ、矛盾というか難しいポイントがあるんだけれど、まあ、まどろっこしいからひとまず、ここの診断はちょっとやり方が違くて、顔を横にするだけなんだっていうふうに覚えてもらえるんじゃないかな。ここは、まあ、見ればいいので。さて、これはまあいいか。ちょっとね、これはね、です。そうだね、ごめん、これ水平半規管型の BPV の中でも、実はちょっとね、仲間外れがいて、天井に眼神が、急速走がある水平半規管型があって、つまり、さっきさ、この3つに分かるって言ったけど、この3つの中のこれはさらに2つに分かるってことね。で、こう眼神が逆の場合、これね、結構大変で、多分、返せないことが多いし、直せないことが多いから、入院になっちゃうことが多い。そういう BPV もあるとは思っといて。ちょっと頭の片隅ぐらいに。さて、一番上はこれぐらいにして、まあ、ポイントちょっともう一回ざっと言うと、原病歴と、まあ、特にらしい病歴と、あとはディクソールパイクで診断するってことね。で、次、二つ目。これは、ここはちょっとね、さらっといこう。もう、下流神経症状あって同じような発作をずっと繰り返したら、やっぱりこれはメニエールが疑われてる。これぐらいの症状に起きて内耳リンパ液、まあ、これはちょっと病態だね。で、まあ、持続時間はさっきよりちょっと長いと。で、まあ、ここはさっき答えてもらってからもう意味はなくて、下流神経症状は3つ効かないと意味ないよってことね。怖いな。よし。で、メニエルはちょっとこれぐらいにしといて、最後、ここ行こう。
ここが実は一番肝。まあ、BBV をちゃんと正しく治療することも大事なんだけど、この一番下を正しく診断することが、やっぱり ER の一番の肝になるんじゃないかなと。これは突然、あるいはまあ突然じゃなくても、まあ、ある程度急性、1日とかで起きて、で、かつ真ん中のと違って、下級神経症状がない。つまり耳鳴りとか自閉感とか難聴がないというグループ。で、判別はさっき、脳梗塞以外にも、まあ、突然もあるんだけどね、実は。突然あるんだけど、ちょっと置いといて、探偵に言ってもらったように、前庭神経。この2つを鑑別することが ER の最大の命題と言っても過言ではない。この2つを頑張って鑑別をうまくできるかっていうのが、先生たちが覚えてほしいこと。で、これからめまいを診療するとよくこんなことがあると思うね。まあ、原因不明のめまいでやってきたと。指鼻指試験や海外海外試験をやって、筆圧カット試験をやって、全部陰性でした。で、CT も陰性。帰宅日。ない。こういう流れ。あるよね。これは、すごくいっぱい問題があるやり方なんだけど、一番 ER でよく見かける流れなんだよね。ちなみに、そうだな。どこが問題かわかる。難しいですね。めまいが来て、まあ、原病歴をちゃんと取ってないことも問題だよね。で、原病歴はよくわかんないみたい。だけど、神経主験は問題なくて、CT 主験も陰性だから、神経主験と CT の陰性を持って残すではないので帰宅とします。どこが問題なのか。歩かせない。ああ、そうだね。うん、その通り、その通り。歩けるかどうかが全てです。あともう一つはこの CT、まあ、下に書いてあるけど、CT の感度を考えない。この二つがすごく大事なの。で、これすごく危険なグループなので、ちょっと、基本的にはこういうグループは MRI に行くことを考えた方がいい。ただ、MRI に行かないで済むように身体診察をするわけなんだけど、まあ、身体診察がうまくできなかったり、情報が中途半端だったらもう MRI と。で、鍵は2つ。まずは、ヒンツっていう診察法があるから、それをやる。で、もう1つは、このグループは結局、怖いものは脳梗塞なんだから、脳梗塞を除外する方法を知るっていう、ね。で、最初はまずこのヒンツの話ね。ヒンツっていうのは、この3つの所見のことをヒンツっていう。レッドインパルス、ニスタグ、これな、ニスタグマスでいいのか、ちょっと読み方わかんないんだけど、でテストオブスキューデビューションっていう3つあるんだけれど、これが全部所見が揃えばもう脳梗塞じゃない。全部揃えば脳梗塞じゃない。具体的にどういうことかっていうと、これはそうだよな。やっぱり PDF 化した時点でダメだな。ということは、そうだ。ヘッドインパルスっていうのは、顔をこの状態から急速にバッと横に向けると。バッと横に向けたときに、ごめん、ちょっと間違えた。顔をまず、検査者の鼻とか目をこうじっと見てもらう。じっと見てもらう。で、その状態でリラックスしてもらって、で、顔を左右にバッて振ると。横にバッと振る。で、必ず鼻から目離さないでくださいねって言ったときに、この目が一瞬でも逸れちゃう。普通は逸れずに、このまま殻を横に振ろうと、ちゃんとこっちを見てられるんだけど、一瞬こう、こっち見て、で、遅れて、視線が戻ってくる。で、ずれないのが正常ね。これが陰性。で、ずれちゃうのが陽性。ずれちゃうのが陽性。で、ずれちゃう場合には、これ、末梢性めまいの可能性の誘導比が上がる。で、ずれない場合には、これ、さっき正常って言ったけど、脳梗塞の可能性もあり。つまり、脳梗塞はヘッドインパルスは陽性にならない。なので、ヘッドインパルスは末梢性を診断するためのものであって、中枢性を積極的には診断できない。あるいは中枢性の除外はできない。末梢性パターンが出たら、儲けもんっていう診察法ね、ヘッドインパルス。で、これは、二つ目だね。ヒンツの二つ目。
まあ、要は目の、眼神の方向なんだけど、さっきまあ回転性とか水平性とかっていう話が一番最初にあったけれど、基本的には、末梢性めまいの場合、耳が原因のめまいの場合は、眼神は水平方向の方向固定性眼神。水平方向の固定性だから、右に休息層があって、左に感受層があるみたいな、ずっとその休息層と感受層の位置が変わらない。水平性の眼神、これが方向固定性水平性眼神で、これに対して、中枢性脳梗塞が原因の場合には、例えば方向が交代しちゃう眼神、休息層が右に行ったり左に行ったりする、あるいは垂直線は縦の方向になったりすると、こういう場合には脳梗塞を疑う眼神と言える。で、それをニスタグマスっていう。この所見があった時には注意。だから基本的には、水平で固定。で、それが水平で固定、どっちかの言葉が崩れたら、中枢性っていうふうに覚える。これも動画はちょっと、見れないな。で、この眼神なんだけど、めまいの患者で、眼神っていうのは本当にすごくキーになる身体診察だから、命かけてやってほしいんですよ。だから感度や得意度がなるべく上がるベストを尽くして眼神を見なきゃいけない。で、そこで使うのはこのフレンツェルメガネ。フレンツェルメガネ使ったことある人？お、ですよ。あね、よし。まあ、3人はまあやったことない。これはちょっと多分大学生の時のね、教育方針次第かもしれないんだけど、今後、眼神見るときにフレンツェルなし、眼神はなしだと思って、必ずフレンツェルを使って眼神を見る。なぜか、今までさっき眼神によって感度がいくつ、得意がいくつみたいな、いろんな研究があるんだけど、全部フレンツェル使ってやってんの。フレンツェルを、要はフレンツェルメガネを使うと目が大きく見えて、要はより見逃さなくなるわけだよね。で、より見逃さなくなる、つまり言い換えると感度が高くなるんだけど、これまで報告されているこう眼神が役立つっていうのは、でもフレンツェルを使っての情報なの。だから使わなかったら、もう多分相当グレードが落ちると思って、だから必ず使う。あとは、このフレンツェルメガネ使うとね、何かを酷使する。終始するってことを防げるんだよね。要はこうやって、普通さ、眼神でこうやって指見てくださいねって言って、こういうふうにやらせるけど、これって何がいけないんだっけ？こうやってさ、はい、右見て、左見て、これで眼神を確認する。何がいけない？何がこの診察方法で今良くないか。こうやっちゃいけない。あ、そういうものじゃない。指をやっつく。要は使っちゃいけない、眼神で。何使っちゃいけない？中止すると、眼神を抑制できちゃう、眼神がある人。だからどうやるかっていうと、右見てって言って、で左見てってやらせない。で、フレンツェルはこの中止を阻害できるから、まあ、非常にいい。だからまず最初にね、この指を見てくださいって言って、こういうふうにやらせるじゃん。じゃあ次、フレンツェルを使う、装着して、じゃあさっきと同じぐらいの感じで右見てくださいっていう。これは正しい。で、これがヒンツの3つ目なんだけど、まあ、あんまり見ないと思うんだけど、この目の位置があべこべの時、これは脳幹骨空間、まあ、斜変位とかいろんな言い方があるんだけど、スキュー、テストオブスキューディビエーションね。これあべこべになってたら、これもやっぱり。で、これらの所見が、テストオブスキューディビエーションはなくて、水平方向の広告固定性眼神で、かつ、ヘッドインパルスが、末梢パターンだったら、もうこれ決まり。これは末梢線だ。この3つが全部末梢パターンの所見だったら末梢線だ。1個でも違ったら、ちょっとその可能性が少し落ちるっていうことです。3つすれば、まあ、抽出できて。まあ、ヘッドインパルス抑制は、これ、儲けもん。要は、ヘッドインパルスが結構陰性でいちゃうこともあるので、3つ揃ったら、儲けもんっていうふうに解釈してください。で、さて、
ヒントを使って鑑別をまず入り口にしてやりましょう。末梢性と中枢性とっていうふうに分けましょうっていうふうになんだけど、ちょっと今度、身体診察の方法での話じゃなくて、病気の方での話ね。病気の方の話。で、今度前庭神経の話なんだけど、よく感染が事前にあるかないかみたいな、事前に先行する感染がありました。なかったので前庭神経ではありませんと。もう役に立たない。なぜなら半分ぐらい。あるから、なかったからといってないとも言えないし、あったかってあるとも言えない。で、基本的に下級神経症状はこれない。だから、もう耳鳴りとか、自閉感があったら、この、あのグループには要は入らないことになる。さて、で、眼振は、ちょっと BPV とは逆の方向なんだけど、まあ、少なくとも方向固定性、水平性眼振っていう意味では有意義だね。で、休息層を注意すると眼振が強く、まあ、これもいいか。ヘッドインパルスやヘッドスラストが 80% 以上で出現する。だから、ヘッドインパルスが相当大事な診察法なんですね。で、数日間続いてしまう。っていうふうな、まあ、教科書に書いてあるようなことをちょっとまとめてるだけかな。そして、治療なんだけど、日本だとよくね、セルシンとか使ったり、あとはメイロン使ったりするんだけど、一応今抗ヒスタミン薬の方が若干観察研究ではあるんだけど、質がいい研究があるので、まあ、やるとしたらアタピーかな。アタピーを使うといいかなと思いますね。オミヤ、ちょっと前庭神経と BV のちょっと話の違いなんだけど、これを置いといて、次、このヒンツでちょっと分けようって言ったんだけど、次二つ目。脳梗塞のちょっとパターンを知っておきましょう。で、まず脳梗塞どうやって判断するかっていうと、まあ、MRI 取っちゃえば早いよね。脳梗塞は MRI 取っちゃう。でも、実はみんな多分ここの施設来たら MRI を使って脳梗塞を診断すると思う。脳梗塞では MRI を取らなかった人いる？ほとんどいないよね。ほとんど。でも実際には、昔はね、結構取らなかったんだよ。なぜかっていうと MRI がないし、義肢がこんなに滞在してくれないし、義肢が、補正義肢が滞在してくれないしとか。ということで、昔は MRI は球外では取らず、CT でそれっぽかったら治療するみたいな。で、後で MRI 取って、脳梗塞じゃなかったけど、血液溶かす、血小板薬とか使っちゃったみたいな。それよくある話だったんだけど、今は MRI を取る。で、MRI によっては、MRI の脳梗塞があれば脳梗塞だし、なければ脳梗塞じゃない。っていうふうにやってると思うんだけど、MRI が全てのアンサーではないんだ。MRI でも偽陰性がある。で、それがどんなところで偽陰性あるかっていうと、ちょうど脳梗塞をきたすような後方循環。この、小脳系で特に偽陰性がある。だから、これだけじゃちょっとね、決定できない。じゃあ、どういうふうに脳梗塞を見抜こうかというと、やっぱり、原病歴。にはなってくるんだけれど、プラスさらにあとは、神経診察ってことになってくるかな。で、まずはちょっと脳梗塞の、めまいを起こす脳梗塞のちょっとパターンをちょっと認識してほしいんだけど、4つあるんだ。小脳に行く血管って3つあって、SCA、上小脳動脈と、前下、前の下、で、後下、後ろの下。前下小脳動脈と後下小脳動脈と上小脳動脈。この3つに分かるんだよね。で、まあ、分布はちょっと後で見といてもらえばいいと思うんだけれど、この3つによる脳梗塞は全部めまいをきたしう。で、さらに、この脳、小脳に行く血管から出てるような、脳幹に行く血管だったり、あるいは直接この、脳底動脈から出てる、この脳幹を栄養する血管っていうのは詰まった場合、これ脳梗塞を起こす。これも。脳幹梗塞ね。で、この脳幹梗塞を入れた4つの血管でめまいは起こすわけだ。つまり、この4つっていうのは全部責任血管が違うんだから、場所も違うんだから、若干症状が違う。つまり、脳梗塞を俺たちはルールアウトしたいのに、脳梗塞によって症状が違っちゃう。からどうしようって感じなんだけど、ある程度全部パターンを覚えるしかない。
ある程度パターンを覚えるしかない。で、まず一番有名な脳幹梗塞なんだけど、まあ、ワレンベルク症候群が起きるね。ここに書いてあるような、あの、血管が詰まっちゃうんだけど、血管じゃない、脳梗塞が起きると、ここにあるような、脳神経核がやられて、で、それに応じた症状が出るわけなんだけど、基本的にはこの、胸とか延髄の外側、外側で起きるんだね。胸外側症候群っていうのは、いわゆるワレンベルク。で、例えば、前庭神経がやられたらめまいが起きるし、ここがやられたら失調が起きるし、ホルネルとか、急麻痺症状とかが出ると。なんで、脳幹梗塞はある程度その症状が多彩だと思うので、脳神経をある程度スクリーニングすれば見抜けるんじゃないかなと思います。多分、めまいだけって相当少ないはず。さっき言ったような小脳みたいな症状はどこにも書いてないよね。指派の指偽なんです。じゃあ通用しないってこと。すべて大体見る必要がある。で、二つ目が SCA、上小脳動脈なんだけれど、ちょっとここの SCA と、パイカかなはちょっとまとめてやることになるんだけど、よくみんな指派の指とか変えない海外とか膝かかとっていうので、多分めまいの診察をするんだが、今言ったものは、いわゆる運動失調ね、運動失調。運動失調っていうのは、実は 100% に出るわけじゃないんだよ。6、7割ぐらいしか出ない。だから、これらの所見が陰性だからといって否定はできない。で、他にはどんなのがあるかっていうと、めまいとか眼振とか、そしてあともう一つ、体幹失調っていうのは、これも同じぐらいの数字だよね。で、ちょっと体幹失調の話する前に、先言っちゃうんだけど、パイかね、今度。今度はさっき書いてあった運動失調がどこにもない症状だね。つまり SCA もパイカも指鼻指ができたからといって否定はできないんだ。小脳の診察でみんながよくやってる指鼻指変えない海外や膝かかとができたからといって否定はできない。その一方でパイカはさっきの体感症がほぼ 100% ある。というわけで、この2つを見ると、実は体幹失調の方が結構重要そうな神経診察でね。で、体幹失調っていうのはどういうことかっていうと、体幹なので、要は単座位って言って、こう、単純にストレッチをこうやって上げていくんじゃなくて、足をこう下に下ろさせて、で、この状態でどこにも捕まらない。この状況でちょっとぐらつかないかって見るのが体幹失調。で、さらに、まあ、もっと簡単にやるんだったら、歩かせる。で、歩けなければ、もちろん体幹失調以外の原因もあるかもしれないけど、基本的には体幹失調の可能性が出てきちゃうから、もう脳梗塞をちょっと視野に入れなきゃいけないから。というわけで、歩けないめまいは返すなって言葉聞いたことある。みんなあるか？あんまない。女性を見たら妊娠と思えとか、歩けないめまいは返すなとか、あと他にもいくつか ER の超有名な言葉があるんだけど、歩けないのない母さん。これも、絶対みんな知っててほしいキーワードね。なんで歩けないめまいは返すの？つまり入院させるってことなんだけど、どうしてかっていうと、一つには、これは俺の解釈もちょっと一部含むんだが、歩けないっていうのは体幹失調、つまり脳梗塞の所見だから返すなっていうの。もう一つは、歩けないぐらいに調子が悪い人っていうのは、まず調子が悪いわけだし、かつ、歩くっていう一番大事な神経診察をスキップしちゃってるから、脳梗塞の診断に必要なことやってないから返すなって。そういう意味を含むんじゃないかなと思います。だから必ず歩かせること。で、一番大事な神経診察は何かって言ったら、歩く。それに尽きると思います。で、指払い指やって、変えない会話やって、膝変わってやってっていうのは、別にやってもいいんだけど、必ず歩き方を見る。まっすぐ歩けるかね。で、逆に言うと歩ければもう脳梗塞の可能性は限りなく低くなると思います。で、今、パイカと SCA やったんだけど、最後にアイカ残ってたね。で、ここまでやっといて、ちょっとここで来て、最悪なものが残ってて、アイカっていうのは実は結構嫌な脳梗塞なんでね。どうして嫌かっていうと、ここに書いてあるか。
まあ、ここの結果をちょっと細かく見ていくと分かるんだけど、あの愛花ってこの三半規管にね血管を送っちゃってるわけ。どういうことかっていうと、愛花の脳梗塞は三半規管や あとごめん前提だね、前提がやられるから末梢パターンになる。つまりヘッドインパルスやると遅れるし、まあ眼振も方向固定性の水平性眼振が出ちゃうし、スクエアデビエーションは出ないし、どれも末梢パターンで出てきて、で、この3つが出たら脳梗塞がほぼないって言ったじゃん。だから参ったことになっちゃうんです。この3つは全部末梢パターンだから脳梗塞がないって言われてる中の脳梗塞ってことだから矛盾が起きる。だからどういうことかという、どうやって診断するかというと、ここに書いたんだけど、この下級神経症状っていうのがここに真ん中にあるね。これがほぼ 100% 出るんだよね。まあ他にも基礎が症状が出るんだよね。だからさっき3つ目のそのめまいがあったら3つに分類しましょうって。で一番下突然発症で下級神経症状なしパターンだったらこれに入れましょう。あのこの脳梗塞と前庭神経障害の鑑別しましょうって言ったけど、下級神経症状を聞き忘れてそのまま下の鑑別していくと大変なことになると。やっぱり脳梗塞、あの全部ヒンツがそのパターンであっても脳梗塞っていうのが紛れちゃう。で、さらに、おそらくだけどみんなはこれから実臨床をやっていくと、これも以前の失神の時に言ったようなことなんだけど、すっきりどれかに分類できるってわけじゃないと思うんだよ。であるいは分類したとしてもやっぱり他のやつもちょっとちらちら視野に入れて、例えばだからこの真ん中のグループであろうがヒンツはやっぱりやることって多いと思うんだ。なぜならどのエピソードを繰り返すってもたまたま、あるいは全然違う話を聞き間違えてるのかもしれないじゃん。というわけで、ヒンツをやったときに、あ、ヒンツ末梢パターンか、あれ前庭神経かなとかっていうふうになっていくわけなんだけど、たとえ、ヒンツが末梢パターンであって、で、下の分類でちょっと進めてようとしてても、やっぱり、下級神経症状がある場合には、ちょっと脳梗塞に立ち戻らなきゃいけない。だからやっぱり、随伴症状、OPQRST の中で、随伴症状というのは非常に大事なんだよね。下級神経症状があれば、下ではなくて基本的には真ん中をちょっと考えなきゃいけないし、あるいは一番下の脳梗塞の、愛花脳梗塞の可能性があるというふうに思うってことだね。というわけで、でちょっとこのさっきヒンツはもうキーとなるって言ったんだけど、ちょっと考え直してほしいんだけど、さっきヘッドインパルス、まあ、これが陽性だったら末梢って言ったけど、さっき言ったように陽性でも愛花低いよね。で、方向固定性眼振、これが、もし水平の方向固定性眼振でもやっぱりこれ愛花低いできるよね。で、さらに、いいか。ちょっとここはさっき、クプラとか水平半規管型の BPV の話の時に言ったけど、眼振が交代する眼振っていうのが末梢の中にもあるから、やっぱりそういう意味でも愛花だけじゃなくて、こういう BPV の可能性もあり得るわけだ。というわけで、ヒンツに全てを委ねるにはちょっとやや荷が重い。一番大事な所見かもしれんが荷が重い。やっぱりまあ、歩けるかでヒンツ。病歴、こういったものを全部ちょっと並べて一回情報整理して考える必要が出てくる。でここでちょっと、まとめなんだけれど、めまいはまず分類がね3つに分けられると。で、まあ、最初にちょっと、ね、もちろん全失神を否定して、その上で、この3つを分類するんだけれど、再発性と異性変換性、これつまり
DPV を考えようと。で、DPV を考えるときは、リクスロバイクからエプリをやりましょう。で、そして、あとはちょっと、DPV やっても、リクスロバイク陽性にならないやつもあるから、そういうときは、横にした状態で顔をぐるぐるしましょうっていうね。で、これはまあメニューエラーを置いといて、急性中の目、これが要は前庭神経脳梗塞を鑑別しなきゃいけない、一番大事なグループになる。で、脳梗塞は、脳幹と SCA と IKA と PIKA の4つがあるんだけれど、まあ、脳幹はワレンベルク症状を一通りチェックする必要があるから、まあ、要は脳神経を下級し、球麻痺とか脳神経を見ていく必要があるし、SCA と PIKA はやっぱり歩かせなきゃ分かんないし、IKA はちょっとこのグループだけれども、下級神経症状がある。で、かつ頻率は末梢パターンという、ちょっとこう矛盾してる真ん中のグループになるっていうね。で、前庭神経に関しては、まあ、やっぱり頻率、これが一応キーになってくるっていうね。というわけで、これらを鑑別するためには、まず原病歴と、そして随伴症状としては、もちろんさっき言った下級神経症状を強調したけど、それ以外に歩けるかと頻率。で、眼斜音はちょっと分けちゃったけど、これ頻率の位置かな。これを確認しましょうっていうことです。なんで皆さんは、原病歴とこの身体診察を ER では必ずやるようにしてください。これはおまけのスライドかな。はい。一応終わりなんだけど、ちょっと最後注意なんだけれど、めまいの患者が来たら、例えば一番上のグループだろうが真ん中のグループだろうが、一番下のグループだろうが眼斜を見ると。で、BPV とか前庭神経の場合は水平方向の固定性眼振が出るわけだよね。で、方向固定性眼振っていうのはどうやって見るかっていうと、要は右向いたり左向いたりして、それで眼振の方向が変わらないかってやるってことね。だからこんな、寝てる状態ですが、こうやって右向いたり左向いたりする。で、それで眼振の方向が変わらないか。これが要は頻率の一つで、ね。で、さらに、この状態でヘッドインパルスもやるじゃん。つまり、こういうふうに。まあ、最初は横に向けるだから、こうか。これで、ちゃんとこっちを向いてる、やるわけでね。だから、眼振の診察でも、ヘッドインパルスの診察でも、こう、仰向けで横を見るわけだ。さらに、いい。リクスホールパイプとセットで覚えてもらったこのスパインロールってどうやってやったか思い出すと、この状態から横向いて眼振が休息とか下に出るかどうか、こうやって見るっていう話だったよね。つまり、BPV のパターンではスパインロールをやるために横に向けるし、水平方向の方向固定性眼振を確認するためにも、横を向ける。で、一番下のグループ、急性中度の目まいの場合には、やっぱりこれも、筋痛をやるためには、顔を横に振る。ということで、どっちのグループでも顔を横に振るところから始まるわけで。ということは、BPV っていうのはさ、最初さ、本当はさ、リッツホールマイクが一番大事じゃん。7、8割はこれだって言ったじゃん。でも、どっちの、こっちのグループであっても、こっちのグループであっても、まずはストレッチャーで横になってる状態から来るんだから、最初は多分、リクスロバイクじゃない。やっぱり顔を、この状態からこういうふうに横に振るところが始まって、そこでちょっと見ながら、あれ、なんかこの人、例えば、方向が地面に、こう、休息層のある眼振で、方向固定、交代性の眼振、つまり、ちょっと脳梗塞みたいなパターンの眼振があるなって思うじゃん。だけど病歴的には BPV のなんか体を動かした時だけめまいが出て、でそれはすぐ治るみたいな。病歴は BPV だなっていう時に初めて、こっちのグループの可能性をちょっと考えていくわけね。だからいきなりリクソーパイクをやるっていうよりはまずはやっぱり顔を横にするところが始めるから、だからみんなはまずは、筋痛をやるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、その中で、方向交代性の眼振があって、脳梗塞とかが鑑別に上がってきたときに、ちょっと、あれ、待てよ、BPV の水平半径型の可能性があるな、っていうふうに思っていけばいいんじゃないかな。病歴からいきなりリクソロパイクやるっていうのは、まずは筋痛かなと思います。
じゃあちょっと余談、これはもう完全に俺のやり方のプラスアルファのコツかな。以上です。ちょっと最後ごちゃごちゃしてたと思うけれど、まあ、レジデントレベルを超える内容で、ちょっと覚えてもらえれば差がつけるんじゃないかな。終わり。なんかあります。